大城鎮と大鳥居平塚八幡宮は神奈川県平塚市浅間町にある神社。旧社格は県社で現在は神社本庁の別表神社。古くは鶴峰山やわたぐると称されたほか、一国一社の八幡宮鎮地大臣と称えられている。毎年5月5日に大磯町。 国府本郷の神揃い山で行われる国府祭に参加する相模御社の一つであるが、相模国における式内社ではない。現在の祭神は次の見柱。社殿によると、仁徳天皇を68年、この地方を襲った大地震に際し、仁徳天皇の直眼により、王神天皇を祭神として創建されたものである。天平商法年間の古記では、 建造天皇が全部領を堅持仁建じ、人権天皇が四千余町の信領を寄進したとしている。また、水戸天皇時代にも大地震があり、水戸天皇は陳地大臣の神筆を捧げて国家安納を祈願するとともに社殿を造営した。さらに、天武天皇がこの地の税の三分の二を寄進、文武天皇が封建天春彦を奉納したという。 寛永十四年に書かれた、相模国大中軍鶴峰さんワタグルの木によれば、当社は岩清水、ヤワタより百三十年以上前の人気年間に、宇佐神宮から感情を受け、これにより、当地がヤワタと呼ばれるようになったのだという。さらに、聖武天皇より、相模国における一国一社の令状とされた。新編相模国風土記候館の四十八では、人気年間に、 聖武天皇が諸国一宮へ、法華行を治めた際、当社へも治めたのだとする社殿を紹介している。東鏡研究3年8月9日の上に、源頼朝が、北条政子の安山を祈願した神社として、八幡宮の長見へ、この時に神明が奉納されている。神編相模国風土気候館の48では、当社は、古にしえより、相模国、 第五角とされていたが、ヤワタグとのみ称して、自身を国愚とは唱えていなかったと中期した上で、東鏡研究3年8月9日の上では単に、ヤワタグーとしか記載がないが、忍宮前取大明人の自順にあることから考えて、これは当社のことであると述べている。相模国大中軍鶴峰山ヤワタグの木によれば、武田信玄が北条氏康を攻めた際、当社は、 人所とされて戦火に遭い、社殿や旧記、古演技を消失した。天正19年、徳川家康が御主ン地五十国を寄進した。また、慶長年間には、徳川家康が自ら参拝し、同年間の末頃に稲美前守る忠寺へ命じて、戦火で荒廃していた社殿を再建させている。さらに、昭法三年江戸幕府は、社殿永善領として、 三林二箇所を寄進した。明和二年平塚塾の僧侶本、誉れ関心が18年間集めた錠材で聖堂の鳥を封建した。新編相模国空土機構館の48では、東海道の北側に鶴峰山の変額がかけられた聖堂鳥居があったと江戸時代後期の社頭景観を伝えている。明治に入り近代社格制度が制定されると当社は、県社に列せられ、 明治6年間からの達しにより、社名を、八幡神社と改称している。明治27年、明治天皇の王女上宮政子内親王、周宮房子内親王が参拝し、社殿の前に松を、お手植え、上池に日ごを奉上した。第二次世界大戦の終戦後に、近代社格制度は廃止されたが、昭和28年当社は、神社本庁が包括する、別表神社となっている。 昭和53年8月に、現在の社名である旧章の平塚八万宮へ、改称した。毎月1日及び15日に行われる、月首祭りは、誰でも三列可能である。AB、相模国大中軍鶴峰山や渡宮の木は、神道体系編3回編、神道体系神社編16するが、伊豆、海。 相模国新党体系編3回1980年3月に初週 ABC 足シ人編第2本知事体系17新編相模国風土機構第3巻を山角1962年9月より新編相模国風土機構は天保12年の成立ありがとうございます